それではですね次に、えー、よく使う特別な形の行列を紹介しておきます、えー、まず0行列ですねすべ、えー、ての成分が0の行列のことをお、まあ、N 次正方行列の場合は N 次0行列と、まあ、一般の M×N 行列の場合もすべての成分が0の行列は M×N の0行列というわけですが、うんえー、ここではまあサイズが N のお N 次の正方行列の0行列 を O の下付き n と、で m かける n の場合は O の m 加 m n と表すことにします。で今 A がもし A n かける m 行列だとすると、左から n 次元のゼロ行列、右から m 次元のゼロ行列をかけることができるわけですが、まあ、いずれもですね同じ A と同じサイズのゼロ行列が出てくると。 まあこれはかけるものが全部、一方はゼロのものを全部足すわけですから、ゼロを全部足すだけなので、成分は全てゼロということになるわけですね。それから、上半三角行列、あるいは上三角行列、上三角行列というのをですね、このように定義します。すなわち、対角成分の下側がゼロのものを、まあ、要するに上しか基本的にないものですね。まあ上が、上の成分の中にゼロがあろうがなかろうがいいんですけれども、まあとりあえず下半分はゼロであると。 残っているのは上だけというのは上三角行列と。で同じようにですね、えーまあ、今対角成分にわざとゼロを入れてますが、あ対角成分とかあ下にゼロがあってもいいけど、とりあえず上側ですね、まあ、全部ゼロですというのがあ下三角、下半三角というものになります。では次にですね、えー、正則行列と逆行列について説明していきます。 生則、えー、行列というのはですね、えーまあ、A というのが、まあ、正方行列なんですけれども、正,正方行列であって、えー、右からあるいは左から両方ですね、えー、どちらからもかけて、えー、単位行列となる X が存在すれば、えー、A が生則であるというふうに言います。まあ、ここでですね、えー、実はこの X というのが AX イコール XA イコール EN と書いてありますが、 どちらか一方だけ AX=EN あるいは XA=EN だけ成り立てばいいということは実はあとで分かるんですけれども、まあ、ここではですね両方どちらからかけても単位行列になるとこういうふうな性質を持つものを A インバースと一般、まあ、に AX と XA は非可換なわけなので一応両方書いてるわけですがこの両方の性質を満たすものを A の逆行列というふうに言います。 で、例えばですね、a が2003のときは、a インバースは二分の1ゼ0三分の一になります。まあ、これはかけてやるとですね、1001という単位行列が出てきますので、すぐわかるわけですね。あるいは 1, 1, 0, 1 1、1101と1-101かけると、これは、えー、単位行列1001になることはすぐわかりますので、1101、えー、のインバースは1-101。1, 0, 1 あるいは逆に1-101のインバースは1101ということも言えるわけですね。つまり A インバースのインバースは A になるということは一般にもちろん言えるわけです。実はこの二次正方行列のときは簡単な公式があってですね、これは直に計算すればわかるんですが、A がもし ABCD という成分の持つ 2×2 行列だとすると、 これは逆行列が存在するのは AD、AD-BC が0でないときというのがわかるわけですね。で、まあそのときですね、A インバースというのは、こういうふうに AD-BC 分の1、AD-BC は0でないので AD、AD-BC 分の1が計算できて、かける D-B-CA ということになることがわかります。まあ具体例で見てみると、3427っていう例えば考えるとですね、 これに、この D-B-CA の部分ですね。ちょっと AD-B シグナル1を置いといてかけるとですね。そうすると3、3一2 1 8で13ですね。で、12成分と21成分は0になることがすぐ分かって、22成分ですね。がマイナス8プラス21で13ということで、130013 13となります。で、従ってですね、この24、3427インバースっていうのは、 13分の1の7マイナス4マイナス23であることが分かるわけですね。で、ここでこの7マイナス4マイナス23っていうのは、あ、先ほど言ったように D マイナス B マイナス CA という形になっています。まあ、つまり、対角成分は入れ替えて、えーまあ、逆方向の対角の成分は符号を変えると。変えたものになっているわけですね。 まあこれは言ってみれば二次正方行列の場合の逆行列の公式なわけですけれども三次乗の場合はですねこんな簡単にはできなくてそれは後々行列式のところで出てくることになります実際に逆行列を計算するときはですね計算まあ人間がやるようなときはもう少し別の方法があってそれは後で連立一次方程式を解くという話のところで 出てくること,になりますとりあえずここで2次の場合は比較的簡単にこういうふうに計算できますよという事例だけ紹介しておきましょう。